アケツカイトは日本の市民活動家、命リスペクト。ホワイトリボンキャンペーン代表。主に子供、女性、マイノリティの権利擁護や政策提言を行う。自身も中学生の時にいじめを受け、自殺未遂をした経験から、命リスペクト。ホワイトリボンキャンペーンを立ち上げて、いじめ対策、自殺対策などのロビー活動を中心に行う。その他、 国際連帯税、子育て支援、休眠預金活用法案などのロビー活動にも関わってきた。2012年の自殺総合対策大綱の見直しでは、性的マイノリティも自殺対策の対象に含めるように政府に対して働きかけを行ってきた。その結果、政府の自殺総合対策大綱に、性的マイノリティへの自殺対策が初めて明記された。 国際連帯税の導入や、休眠預金の活用についても提言している。NPO 法人、ストップいじめ。ナビメンバー、ソーシャルベンチャーパートナーズ、東京パートナー。日本政策学校の講師も務める。選択的夫婦別姓制度にも賛成。大きな農家や資産家でも、今の時代は、女性の性を名乗ってくれる男性を見つけるのは難しく。 そのような場合に選択的夫婦別姓制度があれば一つの解決策になると述べる。アメリカでは職業としてのロビーストがいて給料をもらってるがそのように非当事者の人が仕事の一環としてやっていく方が効率が良いとする。ロビーイングの基本は超党派での活動である。ありがとうございます。